宮崎市生命の森運動公園宮崎市生命の森運動公園野球場宮崎市生命の森運動公園 IB スタジアムは宮崎県宮崎市の宮崎市生命の森運動公園内にある野球場。施設は宮崎市が所有し MSG 水のグループが指定管理者として運営管理を行っている。なお、宮崎市都市公園条例における施設名称は 宮崎市生目の森運動公園野球場ではなく、宮崎市生目の森運動公園アイビスタジアムである。1994年4月、宮崎市の市政70周年記念事業の一つとして、老朽化が進んでいた、宮崎市西部総合運動場を総合スポーツ公園として改築する事業が行われることとなり、1999年4月、着工。 うち、第一野球場は2002年12月に完成した。公園自体も2003年10月に、第二野球場や屋内練習場など一部施設が、完成し、暫定オープン。公園の名称は、一般公募により、行き目の森運動公園とした。また各施設の愛称も、一般公募により、メインスタジアムとなる、第一野球場には、阪神甲子園球場のように、 外壁がツタで覆われた美しい球場になってほしい、という応募者のアイディアにちなんで、アイビースタジアム、全面人工芝の屋内練習場には、イキメ地区の江戸時代の農民、ハンペンの愛称、ハンピ店にちなみ、ハンピドームが付与された。なお、運動公園の完成後総面積は35.4ヘクタールで、あり、2009年に、全施設の整備が完了した。 総事業費は173億円を要するが、市は、運動公園の建設資金の一部に、市民からの投資を募るため、IB 祭の名称の公募地方祭を発行しており、年間事業費のうち毎年15から25億円が、この IB 祭で賄われている。会場以降、高校野球など、アマチュア野球の公式戦が開催されている。また、プロ野球では、 公演が一部完成した2003年11月からは、福岡大英ホークスが、周期キャンプ地とし、以後春季、周期のキャンプが行われている。なお、収容人員が1万1000人であるため、宮崎市で開催される一軍公式戦は3万人収容の、宮崎県総合運動公演公式野球場で行われている。周期に、 宮崎県各地で行われる教育リーグ、宮崎フェニックスリーグでは、アイビースタジアムと第二野球場も開催球場として使用される。アイビースタジアムと第二野球場は、運ピドーム、多目的グラウンドは、プロ野球キャンプ誘致を想定して、各施設間が近接して建てられており、徒歩移動による負担を軽減する配慮がなされている。この施設配置は、 福岡大英の球団代表だった根本陸夫がアドバイスしたというメインスタンド外周の壁面には先の愛称命名者のアイディア通りにツタの鶴がはわされている会場して間もないため鶴はまだごく一部にしか伸びていないが市関係者は鶴が絡み合うように住民と行政が強く結びつく象徴にしたいとしており今後も 順次ツタの苗を植えてゆく計画である。2004年のファーム、日本選手権が開催される予定だったが、初般の事情により、サンマリンスタジアムに会場が変更されている。また小袋が、スタジアムライブを行った。これは、メンバーの小渕健太郎が、宮崎県出身者であるのと、皇帝駅で被害を受けた宮崎県を勇気づけるための、ものであり、ホテともやす、今井美希も、 ゲストとして参加した。この球場でキャンプを行っている。ソフトバンクが三塁。側ベンチをホームとしている。ありがとうございます。